日本共産党の山添拓です森友学園問題について伺います財務省による改ざん前の文書には5箇所にわたって安倍昭恵氏が出てまいります、えー、議員等の来訪状況を記した中で2014年4月の、まあ、講演と視察そして、まあ、それを受けて同年4月28日に籠池氏の発言を紹介する形で登場し また2015年1月8日、産経新聞のネット記事を紹介する形でも出てきます。大臣に伺うんですが、国交省はこの森友学園の件に、安倍昭恵氏が関わっていることをいつお知りになったんでしょうか。石井国土交通大臣。あの委員がおっしゃる国交省というのは、大阪航空局という意味でよろしいでしょうか。はいじゃあ、それで、その前提でお答えをさせていただきます。あのの当時のお 当時のです、ね、大阪航空局職員に確認をしたところ、まあ、現時点では総理夫人が森友学園の名誉校長であったことは、もう当然これはあもう報道もされておりますし、国会でも取り上げて,いますられておりますので、まあ、承知をしているけれども、いつから承知をしていたかについてまでは、あのはっきり記憶にないということでありました。またあの、詳細は記憶をしていないけれども、 平成28年3月頃の森友学園との打ち合わせの中で、まあ、総理夫人に関する発言を籠池氏がしていた記憶があるということでありました、ただ打ち合わせ中の籠池氏の総理夫人に関する発言について、特段の対応は不要と考え、えー、大阪局,局内でも上司に報告することはしていないということでございました。山添拓君今おっっしゃったのは3月16日のは月日 音声データの中でのことです、まあ、ですから、森友側が新たなごみが出てきたと言ってきて、そしてその後、航空局がごみの見積もりをするまでの間には、まあ、少なくともこれ昭恵氏が関わっているということもご存じだったわけです。で3月22日の党委員会で私は、大阪航空局が行ったごみの処分量の算出について、会計検査院が4つの試算を行っており、この中には航空局の算出の 3分の1の量にごみがなると、まあ、こういう試算もあったことを指摘をいたしました、航空局においても、当時検証可能なあらゆる事実をもとに、こういう推計を行うことは可能でありましたし、またそれ自体は否定できないことだろうと思います、まあ、会計検査院も当時可能だったデータに基づいて試算をしておりますから、でしかし、あえて8億2000万円の値引きにつながる地下3.8メートルとか、あるいは9.9メートルまでごみがあるという、 根拠の乏しいい大雑把でというよりも過大な推計を採用したわけですなぜかといえば、まあ、結局、貸し担保責任免除特約付きの契約の実効性を担保するためだと、損害賠償のリスクに備えるためだと、まあ、こういう説明をされています、で航空局長は前回、私の質問に対して、これは最近の裁判例で示された考え方によるものだと答弁をされました、具体的にはどの裁判例ですか。局長 お答え申し上げます。ご指摘の3月2 0日の参議院国土交通委員会において最近の裁判例とお答え申し上げましたのは、まあ、特定の裁判例を想定したものではなく多数の土地の下支に関する裁判例の傾向を念頭に答弁をさせていただいておりますその上で具体的な裁判例として一例を申し上げますと 平成17年4月21日の札幌地方裁判所の判決や、平成15年8月10日の静岡地方裁判所富士地方支部の判決などでございます。山添拓君で、まあ。富士の、富士支部の裁判例というのはこれ、契約書に貸し担保責任免除条項がありませんでして、まあ、確約書という別の書類の名を書きに書かれていた文言を持って、 免除されるよということを売り主、これ、道路公団ですが、これ主張したのが問題になりまして、まあ、結果的に特約が認められなかったという事例です。で、札幌の方は、これ、契約書には免除条項はあったんですが、かし、えー、同じく地中の埋設物ですが、これがあるから代金を減額するというような、まあ、そういう具体的な話し合いがなかったじゃないかと、まあ、そういうことを理由にして、まあ、結局、免責をされなかったと、まあ、そういう事例であります。まあ、ですから、 今、ご紹介いただいた裁判例が言っているのは、特約の実効性を担保するには、契約書に明記をすること、また特約を入れるだけの、それにふさわしい理由について説明せよと、まあ、こういうことを言っているだけでして、地下埋設物の量を課題に、あるいは大雑把に見積もっておかなければ、免責されないんだよと、まあ、こういうことを言っているわけじゃないんですね。で、大体大阪航空局は、当時、これらの裁判例を前提に、ごみの見積もりをしていたんですか。 エビ局長、えー、答え申し上げます先ほど申し上げました裁判例はあ見積もりを行った際に大阪航空局職員が、まあ、確認をしたというものではございませんで大阪航空局の見積もりについて国会等でご質問をいただいた際に大阪航空局の見積もりの考え方が最近の裁判例に照らした考え方にも沿ったものである旨をご説明をしたものでございます大阪航空局が見積もりを行うにあたりましては 近畿財務局から本件、土地に関する一切の国の責任を免除するとの特約を条項を付すことを念頭に置くように伝えられておりまして、その特約の内容について把握しながら、見積もりを行ったということでございます山添拓君。財務省に伺いますけど財務省は当時、こうした裁判例、前提にされてたんでしょうか、もし今、確認できればですね。古谷<の>審議官。 ちょっと突然のご,あのご質問ですので、あの確認をしてさせていただきたいと思います山添拓君少なくとも航空局は、これ、裁判例があるから、こういう対応したんだよというのは、国会で質問されたから、後からそう評価したというだけの話なんですよ、航空局長、前回の私の質問に対しては、実際の見積もりは具体的な前提や状況を踏まえて行う必要がございますそして大阪航空局の見積もりについては、うんぬんかんぬんと述べる中で、最近の裁判例を踏まえても、 こういう見積もりを行う考え方が示されている、そういう状況を前提として、会計検査院とは異なり、えー、今回のようなあの結果になったんだと、こういう答弁されてるんですけれども、当時、裁判例があるからこういう方法をやったわけではありませんね、じゃあそこ、イエスかノーかだけ答えてください。局局長、えー、先ほど申しましまたようにあの大阪航空局は 最近のお,お失礼しました、えー、見積もりを行うに当たりまして、えー、近畿財務局からあそうしたあ一切の国の責任の免除をする特約条項を付すことを念頭に置くように伝えられておりその特約の内容について把握しながら見積もりを行ったということでございます山添拓君あ私はそれだけなんですよ別に法的に認められるからこうしたな裁判例上こういう例があるからそうしたということではないわけですで札幌地裁の判決には瑕疵とは何か このことについて次のような指摘がされています。この事件は宅地の売買でした。地中に土以外の異物が存在する場合、一般が直ちに土地の価値を構成するものではない。しかし、その土地上に建物を建築するにあたり、支障となる質量の異物が地中に損するために、その土地の外見から通常予測されうる地盤の整備改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合には、宅地として 通常有すべき政治を備えないものとして、土地の貸しになる、まあ、こういうことを述べております。まあ、どういう意味かと言いますと、売買契約において貸しと言えるかどうかというのは、契約の目的によって変わるということです。宅地なら宅地にふさわしい土地かどうか、ですから多少の目的、埋設物があってもですね、宅地として使えるなら貸しとは言わないわけです。森友学園への土地の売買は、学校用地を目的とするものです。財務省、そのことはどこに記されておりますか。 古谷審議官ご質問の件でございますけれども、用途指定の特約はです、ね、売買契約書第1条からあ第21条から第25条に規定をされております。で具体的には森友学園は本件土地について、売り払い申請書に添付した事業計画および利用計画に定める通りの用途、小学公式地でございますけれども、に自ら供さなければならない。それから <laughs> えー、指定の期日までに必要な工事を完了し指定用途に供さなければならない指定の期日の翌日から平成三十八年六月十九日までの、えー、指定の用途に供さなければならないなど規定されております山添拓君まあ学校として建設し運営するための土地として売買をされているわけですで、今回明らかにされました改ざん前の決裁文書には森友側の弁護士から本地は小学校を運営するという目的を達成できない土地であるとして 小学校建設の工期が遅延しないよう、国による即座のごみ撤去が要請された、しかし航空局がこれに対して予算がないと言って断りますと、現実的な問題解決策として、早期の土地買い受けによる処理案が提案されたと記されております。ですから、撤去費用を値引きすれば、損害賠償請求を行わない、こういう提案が森友側からされたわけです。しかしかこのの時点ですですにに校舎の建設に必要な 中上改良工事は完了しておりましたし、さらに9メートルまでの掘削を行う予定はありませんでした。その後、森友学園は校舎の建設工事を終えたわけですが、結果としてどれだけのごみを撤去したんですか。部局長 えー、施工業者が豊中市に提出をいたしましたあ産,産業廃棄物の管理表、いわゆるマニフェストによりますと平成28年度に本県土地から廃出された廃棄物の量は約194トンと 承知しておりますがこれは本県土地の地表には、まあ、依然として廃材等のごみが含まれる土砂が残されていること、本県土地の地中にも依然として廃材等のごみが残されている可能性が高いことを考えますと、本県土地の地下埋設物のごく一部に過ぎないというふうに考えております山添拓君、いいんですよ、それで。航空局が見積もった一万九千五百トンのトですよ。ですから仮に新たたなごみがあったとしても 開校時期ありきの森友としては、ゴミを撤去しなくてよいと判断しています。つまり、ゴミを撤去しなくても、学校用地の売買という、今回の契約の目的は、達成できたわけです。近畿財務局は、新たなごみがあっても、契約の目的、学校用地としての売買、これ、達成できるかどうかという観点で、検討したことがありましたか。古谷審議官。 えっと、当時あの、土地の貸主であります国は、えー、民法上使用収益によ適した用地を提供する義務を負っておりました、えー、あのその結果、地下埋設物に対応しなければいけない立場でございました翌年4月に開港が予定され校舎の建設工事が進む中新たな地下埋設物が発見され相手方から損害賠償の請求のされがあったことからその対応につきまして部内の法律相談も行い検討しておりましたで貸付権討につきまして あのどうどうこうかと申しますと、本件土地は小学校用地として貸し付けることされておりまして、地下埋設物が存在する場合には、土地の使用に使用が生じるほか、損地した埋設物が建設後の建物に影響を与えるリスクや、心理的嫌悪感などの市場性の減退にもつながる恐れもあり、さらに、教育上適切な生活環境が確保されていないとして、著しい風評被害を生じる恐れもしていないといった検討をしておりました山添君。 答えてないなですよ売買契約を締結するにあたって、ごみがあっても契約の目的達成できるかどうか、この観点で検討されたんですか、昨日ちゃんと通告しましたから、答えてください古谷審議官 <laughs> あの。法律相談と先ほど申し上げましたけれども、その法律相談、廃棄物、混在土壌についてのフローチャートにも示されておりますように。 廃棄物混合土壌が森友学園との貸付合意書第5条に記載の地下埋設部と同一され,知られる場合とそうでない場合に分けて、損害賠償請求を置く可能性などについて検討を行うなど、近畿財務局内の放送資格を有するものも交えて、法律的な検討を行っておりました当時はそれは賃貸借についてのを前提とする法律相談なんですよ、売買を前提として紹介されたのかということです。古谷審議官 あの先ほどの続きをよあの答弁させていただきますが、そういった法律検討を行っていた上で、当時十八年、平成28年3月11日の連絡の後に、近畿財務局、大阪航空局で現地確認や打ち合わせを重ねておりまして、貸付合意書第5条に記載の土地下埋設物と同一しできないものと認められるのではないかといった状況にありますし、フロートチャートの左にありますように、国も何らかの対応しなければならないが、早期の予算措置も含め、現実的な対応は固まっていたわけではないと。 指摘もございましたそうした中に、3月24日に相手方から土地を買い取りたいという提案がございまして、貸し担保免除で保険もした上で、売却することとしたところでございますあの質問にちゃんと答えてください <laughs> あのまさに売却を前提に今あの、検討したということを申し上げているつもりでございます。す山添拓君も伺いまけれど 売買契約を結ぶにあたって、新たなごみがあっても契約の目的達成できるかどうか、この観点で検討を行ったことあるんですか、その観点からの法律相談を部内で行ったことあるんですか、これだけ聞いてるんですよでちゃんと質問に的確に答えてください古谷審議官その中で法律相談を具体的にしたかということであれば、部内ではしておりません。 山添拓君。それだけ答えていただければいいんですけど、<laughs> 当時そういう可能だった検討はしてないんですよ。果たしてこのままで売買契約の達成という、今行わなければならないことを達成できるかどうか、検討してないんですよ、必要な検討で、時間のない中でギリギリの対応だということをおっしゃるんですが、それはおかしいです。国有財産の売却ですから、 少しでも高く売るということを考えるべきなんです。もちろん損害賠償を受けないということも大事ですけれども、損害賠償を受けず、かつ少しでも高く売るということを本来考えるべきじゃありませんか。結局、初めから損害賠償請求される値引きが必要だという前提で、売買の話になってから近畿財務局は二度行った法律相談も、いずれも値引きありきなんですよ。森友側の不当な要求に応じなければならないという態度で臨んで、撤去費用を値引くことを前提としています。だから音声データにあるような ごみの捏造につながりました、加えて遅くとも当時、航空局もこの件に安倍昭恵氏が関わっていることもご存知でした、その中で出された8億2000万円の値引きです、これを判断した方がいます、前回も委員長に申し上げましたが、現場で言えば大阪航空局長の長尾氏、また近畿財務局の、えー、当時の池田、えー、国有財三統括官です、えー、その承認刊文、この場でも必要だと思いますので、お取り計らいいただきたいと思いますそののこと申し上げて私の質問を終わります。 五国理事会において協議いたします。